最上と登場。今回は勇者シリーズの1号ロボ退場と2号ロボ登場について解説していきたいと思います。まずは各作品の1号ロボと2号ロボの紹介をしたいと思いますが、今回は勇者シリーズ8作品に勇者聖戦バーンガーンを加えた9作品を対象に話していきたいと思います。1号ロボ、キングエクスカイザー、武装合体ファイバード、ダガーン X、 マイトガイン、ジェイデッカー、ゴルドラン、ファイヤーダゴン、ガオガイガー、バーンガーン。2号ロボ、ドラゴンカイザー、ジェット合体グランバード、ガオーン、マイトカイザー、デュークファイヤー、レオンカイザー、パワーダゴン、マッハスペリオン。勇者王ガオガイガーは2号ロボなしのため別の勇者ロボを解説します。ということで、勇者シリーズで登場する1号ロボと2号ロボを紹介しました。今回の動画は2号ロボ中心に進めていきたいと思いますが、内容としては1号ロボはなぜ退場することになったのかと、2号ロボが登場した経緯と初戦闘にフォーカスして話していければと思います。以前1号ロボの初登場回についてまとめた動画もあるので合わせてチェックしてみてください。それでは本題に入ります。ドラゴンカイザー、 X カイザーとドラゴンジェットが巨大合体することでドラゴンカイザーが完成する。初登場回は第28話。1号ロボの退場、夏の風物詩を狙っていたガイスターはコータがいる花火大会に出現。 X カイザーはこれを読んでおり、カイザーズも登場、そしてダイノガイストも現れる。 X カイザーの合体だという言葉を合図にゴッドマックス、ウルトラレイカーの順で合体するが、 X カイザーがキングローダーを呼び合体しようとした時、サンダーガイストに合体を妨害され、そのままキングローダーはガイスターに破壊されてしまう。これにより X カイザーは合体不能となりピンチに追い込まれる。2号ロボの登場、キングローダーを失い絶体絶命となった X カイザー、さらにプテラガイストがガイスターロボを生み出し X カイザーに攻撃を仕掛けられ、最後は踏みつけられて身動きが取れなくなる。カイザーズが危機的な状況を察した人々はみんな逃げ始めるが、コータは逆にガイスターロボに向かっていき、石を投げて X カイザーの援護を行う。そして X カイザーはガイスターロボを投げ飛ばし、コータに攻撃しようとするプテラガイストも退ける。ここで X カイザーはドラゴンジェットを呼んで合体してドラゴンカイザーとなる。初戦闘、ガイスターロボはドラゴンカイザーに攻撃を仕掛けてくるが、これをキックで反撃。さらにドラゴンアンカーを発射しダイノガイストにも攻撃する。そしてドラゴントンファーでガイスターロボを追い詰めると、ピンチを察したガイスターたちは撤退する。最後はドラゴンアーチェリーを構え、サンダーアローをガイスターロボに放って勝利を収める。これが勇者シリーズ史上初の1号ロボ退場と2号ロボ登場。個人的にコータがガイスターロボに石をぶつけるシーンが好きで、これがなければ X カイザーは踏み潰されていた可能性が高く、周りの人が逃げる中勇気を出して行動したコータがすごくかっこよかった。まさにこれが勇者シリーズのキーワード、勇者と少年。ジェット合体グランバード、グランバードとブレスタージェットが合体してジェット合体グランバードが完成する。初登場回は第29話。1号ロボの退場、香取雄太郎とケンタはファイヤージェットで宇宙に向かう。すると前方に人工衛星の集合体が現れ、香取はこれを調査するためにケンタをファイヤージェットに残して外に出る。その間にドライアスが現れてファイヤージェットに攻撃を仕掛けてくる。ケンタは被弾しながら逃げ回るも、最後はゾルが登場するメカに殴られ、ケンタはコックピットから投げ飛ばされてしまう。宇宙空間に放り出されたケンタはカトリによって救出されるが、ファイヤージェットはドライアスに破壊されてしまう。2号ロボの登場、ファイヤージェットが破壊されて絶体絶命となったその時、天野博士が登場したファイヤーシャトルとサンダーバロン、スーパーガーディオンが救助に駆けつける。またドライアスはゾルに人工衛星を地球に落とすように指示する。これを阻止すべくサンダーバロンとスーパーガーディオンは反撃に出るが返り討ちにされる。さらにファイヤージェットの応急処置も不可能ということが判明する。そして人工衛星の集合体は地球に向かって落ちていく。しかしこれをサンダーバロンたちが必死で食い止めようとするが、ドライアスとゾルからの攻撃も同時に受けているため、人工衛星はどんどん地球に向かっていく。この様子を目の当たりにしたカトリはファイヤーシャトルに新たな力を与える。そしてカトリはファイヤーシャトルと合体してグランバードとなる。さらにグランバードはブレスタージェットを呼び合体してジェット合体グランバードとなる。初戦闘、ジェット合体グランバードは合体直後にグランキャノンを放つ。これによりゾルのメカを破壊。またドライアスはこれを回避するがその後撤退する。さらに
サンダーバロンたちが人工衛星のブースターを取り外し、地球への落下を阻止する。ジェット合体グランバードは初登場回の戦闘はグランキャノンのみだったが、武装合体ファイバードの必殺技フレームソードチャージアップに負けないくらい演出がかっこよく、今後の期待とインパクトが非常に大きかった。ガオーン。ダガーンたちがアフリカ大陸の亀裂を塞ごうと行動していた頃、セイジとホークセイバーは氷河に眠る獅子を信じてキリマンジャロの山頂に向かう。そして山頂にたどり着き、セイジたちは伝説の獅子の復活を祈ると、氷河の中から獅子の像があらわになる。さらにセイジが掲げた王林の光を浴び、ガオーンが復活する。初登場回は第25話。初戦闘。復活直後、ガオーンはセイジを強引に背中に乗せて山を下る。そしてキラードールと戦闘中のランドバイソンを発見すると即アシスト。さらに次はホークセイバーの援護も行う。その後追い込まれ気味のスカイセイバーの元に駆けつけると、ガオンはロボット形態に変形する。ちなみにこの時変形後の名乗りはない。変形直後、ガオンはキラードールに豪快なキックで攻撃を仕掛けると、最後はガオントマホークで撃墜する。1号ロボの退場。ガオンが復活し全キラードールを撃墜すると、勇者全員が力を合わせて大陸の裂け目を閉じることに成功する。しかし裂け目を完全に塞ぐには時間がかかるため、ダガーンは裂け目に残ることになり、しばらく戦線離脱することになる。大陸の亀裂を塞ぎつつ戦闘していたとはいえ、勇者たちを苦しめてきたキラードールを復活直後に2体をほぼ戦闘不能とし、1体を自身の必殺技ガオントマホークで撃墜して強さを見せつけたガオンだったが、個人的にはダガーンの戦線離脱の方が印象深く、亀裂が完全に治るまでに要する時間などは誰にもわからない、かつダイレクターでダガーンと連絡を取ることもできず、安否確認もできない状況であり、ガオーンの登場はインパクトが強かったものの、いろんな意味で不安が残ってしまう回となった。マイトカイザー。カイザードリル、カイザー1から5が合体することでマイトカイザーが完成する。初登場回は第24話。1号ロボの退場。マイトガインはエースのジョーとの一騎打ちに敗北。幸いなことにガインとマイトウィングの損傷は軽微だったが、ロコモライザーが大破してしまい、修復にはかなり時間を要することになり、しばらく出撃不能となる。2号ロボの登場。マイトガインが不在の間、ボンバーズとダイバーズが街を守っていたが、たまたま飛竜がそこに現れ、ボンバーズと戦闘になる。ちなみにこの時のジョーは非常に機嫌が悪い。ボンバーズは合体してバトルボンバーとなり、飛竜に対抗するが歯が立たずピンチに追い込まれる。そこに前回の戦いで満身創痍となったマイトが登場したマイトウィングとガインが現れる。再びジョーと戦うことになるが、マイトガインに合体できない状態で勝てる見込みはなく、戦況はさらに悪化。しかしここで新たなメカドリル特急が完成し、マイトの元に送り届けられる。そしてマイトはマイトウィングからドリル特急に乗り換えてマイトカイザーに変形する。マイトカイザーは超 AI は搭載されておらず、名乗りゼリフはマイトが担当する。初戦闘。ガインとバトルボンバーが援護しようとするも、マイトはジョーだけは自分で倒したいと伝え、マイトカイザーと飛竜の戦闘が始まる。マイトカイザーはマイトガインと同等の力を持つと同時に飛行能力にも優れており、前回空中戦で全く手が出なかったが、今回は序盤から戦いを優位に進める。ジョーはこれに対抗するため一気に勝負を仕掛けてくるが、マイトカイザーの機動性がこれを上回る。そして最後は必殺技のドリルクラッシャーで見事飛竜に勝利する。マイトガインが飛竜に敗れた大きな原因が飛行性能だったこともあり、マイトカイザーが空中戦を優位に戦っている様子が感慨深く印象に残った。デュークファイヤー。デュークとファイアーローダーが合体することでデュークファイヤーが完成する。初登場回は第25話。1号ロボの退場。ブレイブポリスはエクセレント社で開発された心を持った軍事ロボチーフテン1とチーフテン2と戦うことになる。チーフテン2はジェイデッカーのジェイバスターやスーパービルドタイガーのタイガーキャノンを無効化してエネルギーを吸収する。さらにマックスキャノンも放つが、これも吸収されてしまい絶体絶命のピンチを迎える。そしてチーフテン2は今まで吸収してきたエネルギーをチーフテン1に供給し、連続でビームを放ってくる。1発目はマックスキャノンを吹き飛ばし、2発目はジェイデッカーに直撃。これによりジェイデッカーは装甲が剥がれて爆破寸前となる。ここでユータはデッカードに脱出命令を出すが、デッカードが脱出した直後チーフテン1に攻撃される。さらにこの攻撃によって倒れ込んだデッカードは立ち上がろうとしたところ、剣で串刺しにされて爆散してしまう。
そして最後はユータの前で殉職する。2号ロボの登場、ユータは号泣してデッカードを呼ぶ声が響き渡り、万事休すと思われたその時にデュークとレジーナが登場する。さらにレジーナはデュークにユータたちを守るように命令を出すと、ファイアーローダーと合体してデュークファイヤーとなる。初戦闘、チーフ101はまだブレイポリスが残っていたことに驚きが隠せない様子であり、この間にデュークファイヤーはファイヤーソードを構える。そして突っ込んできたチーフ102をファイヤーソードで撃墜して返り討ちにする。相棒が倒されて激怒したチーフ101はデュークファイヤーに攻撃を仕掛けてくるが、ファイヤーソードで腕を切られてしまい撤退を余儀なくされる。スーパービルドタイガーがつぶやいた、なんという強さだという言葉が全てであり、ブレイポリスが全く歯が立たなかったチーフ10に対してデュークファイヤーは速攻で勝利している。デッカードのやられ方がひどすぎただけに、そっちの方が印象に残ってしまう人が多いかもしれないが、デュークの初登場回は圧倒的強さを証明することになった。レオン・カイザー、レオンとカイザーが獣王合体することでレオン・カイザーが完成する。初登場回は第28話。1号ロボの退場、最後のパワーストーンをかけてワルターとの最終決戦が始まる。しかしスカイゴルドランたちはデスパイダーのネット攻撃により身動きが取れなくなる。そこにシリアスが持参した兵器ノーバが現れる。ノーバにはワルザック共和帝国の機密兵器次元振動砲が搭載されており、これをスカイゴルドランたちに放つ。一方タクエたちはパワーストーンを発見するが、ワルターに奪われてしまう。さらにシリアスは次元振動砲の出力を最大に上げ、スカイゴルドランたちは耐えることができずパワーストーンに戻ってしまう。2号ロボの登場、次元振動砲の出力を上げた影響で周りにいたカスタムギア部隊が次々に消滅していく。そしてついにベバルの塔にも被害が及び、タクエたちとデスパイダーは吹き飛ばされる。そんな中でデスパイダーは奪ったパワーストーンを手から離してしまい、これをタクヤが手にして復活の呪文を唱える。そして黄金将軍レオンが復活する。初戦闘、タクヤはレオンにあいつらを片付けろと命令を出し、その間にタクヤたちは次元振動砲によって破れたドランたちのパワーストーンの回収に向かう。レオンはナギナタソードでカスタムギア部隊を圧倒する。さらにタクヤたちの前にカスタムギアが現れると、レオンはカイザーを呼び出してタクヤたちを守る。その後ノーバはレオンに次元振動砲を放つが、これを回避する。そしてカイザーと獣王合体してレオンカイザーとなる。最後はレオンカイザーのカイザージャベリン大成敗でノーバを撃墜、見事ドランたちの仇を取る。パワーダグオン、ダグファイヤーとファイヤーショベルが合力合体することでパワーダグオンとなる。初登場回は第31話。1号ロボの退場、アーク星人が地球滅ぼしに攻めてくると、これを防ぐためにダグオンたちはアーク城に総攻撃を仕掛けるが、全く効果はなく、最後はファイヤーダグオン以外のダグビークルのエネルギーを無限砲に集結させてアーク城を破壊する作戦に出る。エネルギー充填後、ファイヤーダグオンはアーク城に可能な限り接近して無限砲を放つ。しかしアーク城を撃墜することはできず、また無限砲の爆撃にファイヤーダグオンも巻き込まれる。ライアンは自爆してアーク城を落とすというが、エンはこれを止める。そしてエンはボロボロになったファイヤージャンボに乗り込み、アーク城に特攻を仕掛ける。これによりアーク城を撃墜することに成功するが、ファイヤージャンボは海に沈んでしまう。2号ロボの登場、ルナはダグファイヤーがクイーンザゴスから攻撃を受けてピンチに陥る様子を目の当たりにすると、規則違反だがエンに新たな力としてパワーショベルを元に作られたファイヤーショベルを与える。そしてダグファイヤーはファイヤーショベルと合力合体してパワーダグオンとなる。初戦闘、パワーダグオンは自分よりも圧倒的に大きいクイーンザゴスを持ち上げて投げ飛ばす。とどめはパワードリルアームでクイーンザゴスを撃墜する。余談だがこの時のクイーンザゴスの叫び声がめちゃくちゃ痛々しい。パワーダグオン初登場回はとにかくパワーにまつわる要素が多く、スーパーライナーダグオンとシャドウダグオンが無限砲を使用するが反動で吹き飛んでしまい、改めて無限砲の破壊力を知ることになり、これはパワーダグオンが無限砲を放つ際に披露する圧倒的パワーの伏線とも考えられる。またパワーショベルが上空から落下した際にルナがノーバウンドで受け止める怪力を披露しており、とにかくパワーにまつわる要素が多かった。マッハスペリオン、スペリオンとマッハフェニックスが砲を合体することでマッハスペリオンが完成する。1号ロボの退場、バーンガーンはセルツと決着をつけるために戦うがこれに敗れる。ゲーム要素でいうと絶対勝てない設定となっていて、このストーリー終了後バーンはこの戦いの影響で大きなダメージを負ってしまったことが分かり、修理に時間を要すということも述べられている。2号ロボの登場、
セルツに敗れて絶体絶命となったバーンガーンとシュンペイだが、そこにヒロとスペリオンが現れる。そしてスペリオンはマッハフェニックスと砲を合体してマッハスペリオンとなる。初戦闘、ここもゲーム視点で話すが、先ほどバーンガーンと戦った時のセルツは撃墜不能の設定となっていたが、マッハスペリオンと戦闘する際は緩和されていて撃墜することが可能。戦闘自体はプレイヤーの操作によって変わるので割愛するが、ここでマッハスペリオンはセルツに勝利する。そしてヒロはスペリオンにシュンペイたちを早く基地に運ぶように指示を出す。この後のシュンペイとヒロの会話もなかなか見どころで、中でも希望の反対は絶望、勇気の反対は欲望というセリフはかなり印象に残る。また先ほども話したようにバーンガーンは一時的に戦線離脱してヒロとスペリオンが正式に仲間になる。そして最後は勇者王ガオガイガーよりキングジェイダーの初登場回を紹介します。キングジェイダー、ジェイアークがメガフュージョンすることでキングジェイダーとなる。初登場回は第31話、ガオガイガーの敗北。EI-01 との戦いに勝利したのもつかの間、次は原種が現れて攻めてくる。ガオガイガーはブロークンマグナムで攻撃を仕掛けるも原種には全く通用しない。さらに原種からの攻撃に対してプロテクトシェードを展開するが間に合わず直撃、攻防ともに対抗する手段が全くない状況となってしまう。ゴルディオンハンマーが使えない今できるのはこれしかないとヘランドエブンを放つが、巨腕原種に受け止められて両腕が破壊される。その後ガイは残された最後の武器勇気で戦おうとするが、3体の原種の猛攻を受けてガオガイガーは身動きも取れない状態となってしまう。キングジェイダーの登場と初戦闘、敗れたガオガイガーのところに白き箱舟ジェイアークが現れる。そしてジェイアークはメガフュージョンしてキングジェイダーとなり、原種との戦闘が始まる。五連メーザー砲、反中間手法、そして豪快なキックを繰り出し、最後はとどめのジェイコースを放ち、ガオガイガーが全く太刀打ちできなかった原種を1体は逃してしまうも圧勝する。守るがキングジェイダーを初めて見た時に言った、すごい、すごく強い、すごくでかい、すごいロボットだ。このセリフが全てと言っても過言ではないくらいキングジェイダーの初登場回のインパクトは大きかった。ということで全9作品の1号ロボ退場と2号ロボ登場について解説しました。全作品共通で絶体絶命のピンチに2号ロボが登場して圧倒的強さを見せて勝利を収めるという展開で、2号ロボの初登場回もかなりインパクトが強かったと思います。ぜひ皆さんの本動画に関する感想や考えなど聞きたいのでコメントよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。